耳をしまうって覚えてますか？ああめまいが今助けて助けて。で、これはマルーチっていう、あ、全然知らなくてごめん。うん、出さないでいきたい。なるおはい、どうも、翔平 TV です。そして、こちらは武蔵ヒートベアーズの宮原選手です。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日はですね、前回動画出しました、野球教室とかそういうところには呼んでくださいっていう話をしたと思うんですけど、今回は呼んでいただきました。どうもありがとうございます。やったー。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。で、本日はいろいろお話を聞いていきたいんですけど、まず独立リーガーじゃないですか。はい。なのになぜここにいるんですか？あれ、スクールをされてるってことですか？そうですね。はい。本当ですか？シーズン中はもう自分のプレーであったり、ここで試合をするっていうのが仕事なんですけど、はい、やっぱりこのシーズンが終わって何ができるかと考えた時に、やっぱ今埼玉県のチームにいるんで、やっぱ埼玉の子供たち中心に何か少しでもその子供たちの力になれないかとか、はい、やっぱ将来をプロ野球選手になってもらいたいって思いがすごいあったので、はい、やっぱそこに向けて何かできないかって考えた時に、ちょっと野球スクールのお話をいただいたので、あ、そうですか。ぜひそれでやってみたいっていうふうに。なるほどですね、はい、実際ここでスクールを、はい、コーチをされてからどれぐらい経つんですか？まだ10月の下旬頃からスタートしたので。あ、じゃあ始めたばっか。本当まだ始めて1ヶ月経たないかぐらいですね。あ、そうなんですか。はい、で、今回はですね、まずは宮野原選手がどういう選手なのかっていうのをちょっとお聞きしたいんですけども、まず野球球ですから、はい、ちょっと待ってもよろしいでしょうか？はい、はい、っていうか、なんか可愛いシャツじゃないですか、ね、ちょっと待ってくださいね。すげえ気になってめっちゃ気になってて、これですね、めっちゃ気になるんですけど、これまさかご自分ですか？これ実は自分で書いてないんですよね。自分で書いてないんですか？書いてないです。書いてないですか？あ、自分で書いてる。あれ、これはまさか、これもですか？実はこれも自分では書いてない。書いてないですか？はい、あ、そうなんですね。これ、自分の妹の友人が、はい、美術科の方の大学、それでちょっと自分の似顔絵を描いていただいたので、めっちゃ可愛いっす。はい、本当に似てます、確かに似てます。一応が自分ですね。野球経歴から聞いていきたいと思います。中学校は世田谷区の公立の中学校で、部活動で。軟式野球ですか？軟式野球。3年間、はい、で、その後、高校からいくつか声いただいて、まあ、日大三高に、3年間寮生活で、はい、もう野球漬けの毎日を過ごしてました。あ、そうなんですか、はい、やばいっすね。日大三高から声がかかるって、もう、じゃあ中学校の、はい、まあ、野球でそれなりの成績を残されて、はい、っていう話ですよね。いや、でも確実に正直、周りをどんどんシニアとかボーイズのメンバーであったりとか、軟式界でも東京都大会に行くのがやっとっていう、正直、そこまで強豪っていうチームではなかったんですけど、はい、自分が練習試合した時に、監督であったりとか、その関係者が自分のことをちょっと押していただいて、はい、そういう縁もあったりして、その高校に。実際、日大三高ってやばいっすよ。あと甲子園は？甲子園は、そうですね、春夏合わせて4回。4試合 !4 回。ちなみに守備位置はどっちですか？守備位置は、今は外野手をやってます。小中はずっとピッチャーとキャッチャーをずっとやってまして。キャッチャー。高校の時もスタートはピッチャーキャッチャーで入ったんですけど、でもそこでもう周りの選手が正直すごすぎて、これだと多分生き残れないっていうふうに思ったので、はい、自分はちょっと足が一番売りなので、あ、そうなんですか。それもあって足を生かせる外野手の方に入ってきました。5秒、5秒8で8、5秒8です。はい、日大三高時代の同期で、なんか素晴らしい選手、すごい選手って言いましたか？はい、今同期は2人 NPB のプロ野球で今知ってまして。本当ですか？1人が、阪神の高山俊選手。あら、外野手やってるんですけど、めちゃめちゃ知ってるじゃないですか。1年目で新人王。ああ、そうですよね。あとは日本ハムファイターズの横尾俊孝選手って、ね、すごいフルスイングですごい力強いバッティングをする選手なんですけど、ね、横尾選手もね、このアクティブウェア着てるんですよ。あ、アクティブウェア、それ知ってます。
ちなみに大学聞かれてますよね。国立の東京学芸大学という。東京学芸大学。はい。今日本ハムファイターズの監督の栗山英樹さん。はいはいはい。の母校に当たる。あ、本当ですか。はい。野球の練習やってたのはもう朝一か暗くなった夜かっていうので。え？野球で行ったんじゃないですか。実はいや、野球推薦っていうのは実はないので。え？この勉強ではないとやっぱいけないので。あ、そうなんですか。一応なんとかそれで語学ができて、はいはいはい、なんで大学入ってからも基本的にはもう朝一から、はいはい、夕方までは基本もう最後4年の秋学期までずっと勉強、鉛筆持ってるかパソコン開いてるかっていう。何ですか。だってほら日大三高でさ、うん、4回も甲子園行って絶対どっかからも声かかるじゃない、はい、野球推薦とかで、そこ逆にこうなんか勉強の方に行くっていう。プロとかもそうなんですか。いや、NPB も行きたくて、そのいわゆる強豪の六大学とか東都大学リーグとか行きたかったんですけど、でも今先ほどお話した栗山英樹監督が、自分が高校3年生の時にまだ報道ステーション、ネット甲子園とかキャスターをやられていて、はいはいはい、それでその私のそのチームに取材来ることがあったりして、で自分その時に正直その栗山さんに一目惚れしてしまって。本当ですか。この人は元プロ野球選手で、話せて知性があって、まあ、佇まいもかっこよくて、この人になりたいと思ってしまって、で自分はそれでもうまずこの人は母校にまず行こうっていう決めて、すごい、そこからも完全にシフトチェンジして東京学芸大学行きたいっていうふうに決めて、それで。そういうことですか。栗山さんに会わなかったら、もしかしたら普通に六大学行ってたかもしれない。でも、まあ、そこまで行けたら。行けたら、はい。行けますけど、絶対ね。野球中心の生活ができる大学に行ってたかもしれないですね。じゃあ、なんか資格とか持ってらっしゃるんですか。そう。その時は、教育学部あらに、いたので、幼稚園の先生の免許。え？そう。小学校の先生の免許 と、え、あと中学校の保健体育の免許と、マジですか、あと小学校のプロ高等学校の保健体育、めっちゃあるじゃないですか、4つの免許、すごい、4年間で、はあ、本当にもう勉強と、はい、まあ、野球の練習をして、はい、で資格取った後に、まあ、独立リーグ、そうですね、本当周りは宮本拓郎も教員に行くんだろうってほとんどの人が思ってたんですけど、自分の中ではあの栗山英樹さんになりたいって思いがあったので、野球をやることは自分の中で決めていたので、社会人野球の道か BC リーグを一からトライアウトで挑戦するかっていう選択だったんですけど、短期勝負で、はい、野球中心でできる生活したかったので、はい、それで一からトライアウト受けてって感じです。やっぱご両親もやっぱ心配されたんじゃないですか。そこは初めの方はやっぱりどうなるかわからない世界で、ですよね、やっぱりシーズン中に首切られる選手を何人も結局見てきたので、はいはい、いつ終わるかわからない。周りはやめろとかっていうのはやっぱ心配、大丈夫かっていうので、はい、安定した道行かなくていいのかみたいな。そういう話が多かったですけど、はい、でもその時の自分の意思は固かったので、はい、そしたらもう皆さんも応援してくれてっていう形で、なるほど、はい、で今独立リーガーですけど、いずれはあの NPB の方に行きたいっていう気持ちももちろんあるんですね。そうですね、もちろんそこの気持ちはもちろんしっかりと持たないといけないとは思ってはいるので、はい、やっぱね、日ハムに行かないと。日ハムで待ってるんで、先輩が待ってるんで行かないと。そうですね、このまま行きたいですね、本当に。そうですね、はい、というわけで今回はここまでとしてます。今回はですね、宮原選手の経歴などをいろいろお話を聞かせていただきました。はい、次回はこの当スクールの、このスクールの内容とか、実際に僕もちょっとスクールの中身を感じるようにちょっとトライするんですけども、この辺ちょっとお楽しみにしながら動画を見てほしいと思います。それではチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。マットの耳をしまうって覚えてますか。めまいが今。で、これはマルーチっていう、あ、全然知らなくてごめん。出せていきたい。なる。なあ。翔平 TV イベント開催、12月28日土曜日、忘年会シーズンですが、忘年野球大会しましょう。年末だけど野球をしたい方、ぜひともメールもしくはダイレクトメッセージにてご連絡よろしくお願いします。そして様々な協賛があります。参加景品じゃんけん大会ありますんで、皆さん僕とじゃんけんしようぜ。こちらのバットを1名様にプレゼントしたいと思います。はい。
184cm 740g トップバランスですね。応募条件ですけども、ベイちゃんのチャンネル登録、そして翔平 TV のチャンネル登録、熱い熱いコメントぜひともよろしくお願いします。でこちら当選者発表ですけども、12月の25日クリスマスに発表したいと思います。僕からのクリスマスプレゼントということで、こちら熱い熱いコメントもう何回でも OK、 熱いコメントぜひともよろしくお願いします。それではあらしゃ。まあちょこちょこ今連絡が来てるんですけども、告知というか、お話を軽くしたいんですけども、最近ですね、野球教室や少年野球、中学野球の取材やイベントに呼ばれることが多くなっております。まあこの時期はもうね、11月12月オフになると思うんで、そういうイベントがあると思うんですけど、まあそこにぜひとも土日であれば参加できると思うので、積極的に呼んでほしいなというふうに思いました。一生懸命やってる人は僕は応援したいと思ってるんで、野球教室、野球チームの取材、大会の取材、イベントなどなどあれば、気軽にメッセージを、こちらメッセージを送ってもらえれば、都合をつけて、取材行きますんで、ぜひとも呼んでいただきたいと思います。はい、では皆さん、ぜひともグラウンドで会いましょう。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。今後動画でやってほしいことがあれば、コメントにどんどん書いていってください。お願いします。また見てねー。